どうもこんにちは、今回はですねチルキャンピングさんのローテーブル焚き火テーブルというやつなんですけども、まあ焚き火テーブルって言っていいのかな、ちょっとそこは微妙なとこだったりするんですが、とにかくローテーブルが欲しいなと思いまして、 Amazon で見てるとですね、まあ大概これがなんか目についてたんですよ。目についてたので、まあちょっと買ってみようかなということで、お遊びのつもりで、今回これを買ってみました。まあこれが届いてですね、一番最初に思ったことは、ここのね木の部分が思ったより狭いなっていうこと。ただ作りはね結構いいなという感じがします。木も綺麗ですし、ここのね焼き印というか刻印というか、これもねかなり綺麗に入っているんじゃないかなと思います。ただねこのマークがですね、僕にはねあの月刊ムーに見えてしょうがないんですけども、まあムーテーブルってことでいいんじゃないですかね、これはね。さあそれではですね、この足なんですけども、足がね今回ねちょっと苦言を呈したいというか、なんというかあのロックとかついてないんですよ。ロックとかついてなくて、ただまあハの字に開く、まあ大体こんなもんなのかな、こんなもんなのかもしれないんですが、こっちはねゆるゆるなんですよ。なんだけどこっちはちょっと固めだったりとかして、まあ結構個体差があるのかなという感じがします。まあ、そこまでね何か物を乗せたからすぐ倒れるというような作りではありません。そもそもハの字型に開いているので、まあ、これはこれでね結構強固な作りなのかなと思います。まあ、このローテーブルなんですが、こういったですねローチェアと合わせるとまあまあいい感じだったりするのかなと思います。あとですねこのテーブルの使い方としていいのは、こういうマットですよね。こういうマットを敷いて地面に座るっていう時にですね、ちょうどいい高さのテーブルになってます。うん、本当使い勝手としては十分じゃないでしょうか。で例えば僕だったらこの下に、ガスランタンとか、ST260 とか置いといて熱が上がってきても大丈夫っていうようなですね、使い方をするんじゃないかなと思います。まあそれがしたくて買ったっていうのもあるんですけどね。まあ見た目的にもね結構おしゃれな代物になってますので、 Amazon で見かけて気になってる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。今ですねちょっと説明書みたいなものが手元にないんですけども、実際にですねこの下で焚き火をするのはやめてくださいみたいな文面があったような気がします。すいません、ちょっとその辺が定かじゃないんですけども、あそうなんだと思った記憶があるので、おそらくそうだったと思うんですけども、まあ、もしですねこれを本当に焚き火テーブルとして使うというふうに考えてらっしゃる方がいるのであれば、まあ、よくあると思うんですが、こういったね横の木が、ないような焚き火テーブル、ただのスチールでできてるようなやつですよね。そういったものを選ばれるのがいいんじゃないかなと思います。まあ実際にですねこの下で焚き火をするというよりかは、この上にですね熱いものを乗せても大丈夫というふうな感じで思っていただければなと思います。でこの上にですね物を乗せた時の感じなんですが、まあシェラカップとかであればね全く問題ありません。そしてフォークとかねも大丈夫です。ただしこういった箸とかですよね、箸とかの場合はまあ、どうしてもここから落ちてしまうので、その辺はまあ注意する必要があります。で落ちそうというところで言えば、こういったねシングルバーナーなんですけども、シングルバーナーもね別に足が落ちるという感じはなさそうですね。うん、大丈夫そうです。でもしかするとですね個体差があるかもしれませんが、今ここにある現物に関してはこの表面のね歪みみたいなものはありません。まあ、かなり位置の低いローテーブルではあるんですけども、ちょっと遊んでみたいとかですね、庭先で楽しみたいというような方にも、このテーブルはおすすめできるものなんじゃないかなと思います。意外としっかりしますよ。まあ、そういった意味ではですねおしゃれで、なおかつ購入しやすい価格帯になってるんじゃないかなと思います。まあ、ちなみにねこれのね足が長いねハイバージョンもあるんですよ。ハイバージョンもあるんですが、そちらだとね足が細くてなんかあんまり安定感がないのかなって感じもしましたんで、今回はですねこちらのロータイプを選んでます。まあ、かなりですね高さは低いので、ヘリノックスタイプのような椅子を使っている方、もしくは地べたスタイル、そういった方にはですね、高さ的にもいいのかなと思うんですけども、ハイチェアをお使いの方とかですね、まあ、あんまり腰を曲げて作業したくないというような方にはちょっとお勧めできないなと思います。多分使いにくいと思う。ということで今回はローテーブルをご紹介しました。使うシチュエーションは選びそうなんですが、かなりコスパに優れた製品だと思いますので、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。それでは